3番テーブルです。3番テーブルです。クッキークッキーカプレー새로운コンテンツクッキーディーやーおーや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 ー初めてモッパンをしたかったので寿司を注文してみました。喜ぶのがめんどくせえからじゃないか。違うよ。チャルマケスミダキマスフなにゃ、縁側縁側かな、どうです。いただきます。新鮮だからまだ動きます。
日本では寿司が伝統的なものじゃな。まあね。それなら韓国でハルモニーの家とかで禁止チクルみたいに、日本では家ハルモニーの家で寿司とかチクったことはありません。こんな寿司はあんまり作らないかも、家では。それならどんな家では、なんかちらし寿司、なんか酢飯の上に小さく切ったやつとか、エビとかご飯の上にそれをビビンバみたいに混ぜて食べる。ビビンバチラシ。あとは手巻き寿司、海苔の上にサンチュみたいにご飯してフェイ入れてっていうのが家ではポピュラーで。一番好きなお寿司は、サーモンとかに統治したものありましたな。めっちゃブルマのあるものたち、カレッツ、一番好き。これかな、魚卵系。ネチュリアル、ネチュリアルじゃない、なんだっけ、ナルチュアル、ナルチュアル、ネチュリアル。ちょば寿司이행시갑니다。ススンドゥブチゲド먹고、ししぽよ。それなら金魚神のそれです。す寿司が一番美味しいところはし渋谷。あ、계란말이도맛있다。最初はこの甘い계란말이がめっちゃ気持ち悪かったんで、今맛있어。寿司です。ワン、ツー、スリー、フォー。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 何を投げる？寿司。韓国の寿司ダンスはどんなの？え、そんなことある？ワン、ツー、スリー、フォー。いらっしゃい。いらっしゃい。いらっしゃい。3番テーブルです。3番テーブルです。恥ずかしい。アニン様、アニン様、お二人って言ってるやろ。自分で自分で二人って決めつけてるよ。おゆっくりどうぞ、ゆっくりどうぞ。アイドルになりたいな。世のある、いやー、ほんとジュエリーみたいだ。ほんと、こんなネックレスあったら買いますち。ね。먹방する人たちどうやってエンディングしますち。지금까지봐주셔서감사합니다。次は何食べるとか話したりしてるけど。どうやって終わります？どうやって、あいご、배부르다。なんでそんな敬語みたいな。あいご、배부르다。一緒にしてる、大丈夫。はい、잘먹었습니다。아이고배부르다。恥ずかしい。